さあここでまず動いたのは3番重光弘よ、今赤番を通過しました。打鐘周回、3番重光弘よが短期で上がっていきます。先頭は6番車森鎖番、ちらっと後ろを見ました。第2コーナー重光がそのまま行くのか、2番手まで上がっています。森鎖番はさあどうするのか、3番の重光弘よを出させて、ここでジャンです。重光弘よが仕掛けました。2番手は6番のモニクサリバン、3番手1番三宅玲奈、地元の4番佐藤愛子はまだ一番後ろ。第4コーナーもある。3番の重光が一旦流しています。さあここはサリバンが番手から出ていくのが、もう一度踏み込んだ3番重光、番手から出ていくのは6番のモニクサリバン、そして5番の中島さとみが外から上がった。第2コーナー、さあここは中島さとみが6番のモニクサリバンを叩いて先頭、外に4番の佐藤愛子、佐藤愛子が2番手にいる。モニクサリバンは3番手で下がった。そして1番の三宅レーナが外外2センターから今4コーナー待って、5番の中島さとみが先頭だ。そして4番佐藤愛子、モニクサリバンが抜け出せるのか。さあ直線はどうだ、4番の佐藤愛子が追い込んだ。佐藤愛子がモニクサリバンに先着しました。3番手1番は地元の佐藤明子、今日はサリバン相手にどう出ますか。1番の佐藤明子現在3番手、2番愛媛の松尾智香がいて、6番東京板根綾、5番の重光弘よ6番手、最後尾7番越田恵美子、この体勢変わらず7選手赤番を確認しています。さあここで5番の重光弘よが動きました。重光弘よが上がっていきます。続いて6番は板根綾、そして7番の越田恵美子、この3選手が外から上がりまして、打鐘周回の第2コーナー、重光が動いて、さあここは先頭が4番元砂なゆみ、元砂なゆみと5番の重光が並走。ジャンで動いたのは5番の重光、今日も前に出ました。先制は5番の重光、2番手に4番元砂、そして6番の板根綾、そのインコースに3番のモニクサリバンがいる。さあここで6番の板根が仕掛ける、その板根の後ろから3番モニクサリバン、さあモニクサリバンが現在2番手、最終1コーナー6番の板根綾がいて、さあモニクサリバンは現在2番手に仕掛ける。第2コーナー、モニクサリバンが6番の板根綾を捉えていません。とそして7番車のここは越田美子が2番手から3番で、さらに外から1番の佐藤脇がまくり上げてきた。最終2センター3番モニクサリバンが後続を引き離した。2番手の追いかける1番地元の佐藤脇子、先頭は3番のモニクサリバン、後続を引き離して五輪3番1番、そして4番の元砂。周回は2周回目の第3コーナーです。先頭は7番車中村ゆかり、2番手は1番車元砂なゆみ、元砂の後ろ3番手は2番車東京板根綾、3番佐藤明子がいて、4番モニクサリバン、そして5番車クリステナ・フォーゲル、最後尾6番は三宅玲奈、この体勢変わらず今打鐘周回に入りました。さあ誰が先に動くのか、モニクサリバンはまだ5番手、6番手に5番のクリステナ・フォーゲル、打鐘周回第2コーナー、先頭は7番車中村ゆかりです。まだ誰も動かず打鐘が鳴って、ここで3番手から2番板根綾がまず動きました。スローペースに落とした中村ゆかり、4番森草にも動く気配を見せてたんですが、ここで3番の佐藤明が踏み込んでいく。
さあ佐藤が行った。佐藤明子が先に仕掛けた。今 400m を切った。佐藤明子を追っていくのは4番車サリバンです。そして5番のクリスティナ・フォーゲルは現在3番手の外。第2コーナーからバックストレッチ、佐藤明子を踏ん張る。さあ番手から4番サリバン、その外からさらにクリスティナ・フォーゲルがまぐって先頭に立った。残り200を切る5番の、さあここはクリスティナ・フォーゲル引き離す。2番手で追いかける4番モニク・サリバン、3番手は7番の中村ゆかり、5番のここはフォーゲルが1着5レーンです。5番4番